昆虫ハウス101号室始まるです。カメラマンが平岡さんです。よろしくお願いします。みんな大好きタランチュラの回、本当久しぶりだからさ、タランチュラをやるのが。カマキリと、うん、もうここ最近は不意に出たリオくんの動画が多くて、不意に出たのが一気にメインまで行ったもんな。アズニャンや K1 メンバーで、タランチュラって言ってもタランチュラ何ですか、うん、そうですね、まずはこちらにお出ししましょうか。はい、こちらでございます。タランチュラ種類の方がこちら、ストレートホーンドバブーンっていうのと、はい、リアホーンドバブーンっていうんですよ。ホーンドバブーンで、タランチュラってもうなんかね、めちゃくちゃ種類いて、こういう色のやつ多いんですけど、角が生えるタランチュラなんですよ。あー確かに。でこちらなんかね、最近増種したというわけじゃなくて、うん、もう実はね、去年の夏頃からベビーで育ててて、ベビーの頃はね、角が全然見えてないんですよ。あ、そうなんや。なんでどうせならね、角がちゃんとしっかりと見えた状態で紹介しようということで、これ購入した頃はまだお前盾とか持ってた頃だよ。あの時の、ね、ローマ字表記の平岡の、あの平岡の時、一方その頃こっちは赤ちゃんだったみたいな。別の平岡やからね。そうか、俺じゃないし。でまあ大きくなってきたってことは、この中じゃ少し狭いかなということで。そうやな、なんかだからそう思って、はい、大きめのケースに移していきたいと思います。なるほど、はい、今回はそれがメインで。そうですね、はい。でこちらの方ですね、地中性のクモといって、はい、地面に基本潜って巣を作るタイプのタランチュラですので、はい、深めに土を作ります。あーなるほどね、はい、前やったなんかやった時は浅めのタランチュラ俺やったな、そのカーリーヘアとかから。カーリーヘア、そう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 、カーリーヘア、あれは地表性といって陸歩くタイプだから、そんなに土捕獲いや深くやって、こちら、はい、まあ頭部でですね、はい、この中で土を調合していきます、はい、まずこちらピートモスです。はい、ピートモス、これやっぱ本当比較的ね、土に潜るタイプの虫ではよく使われてる、うん、潜りやすいんだな。はい、こういう感じの土、大体どれぐらい。俺でもね、いつも毎回こういうの準備してて結局余らしちゃうから、うん、だいぶ少なめで、あ、こんなもんでこれぐらいで、はい、確かにいつもやったらもうこれの倍ぐらいは入れるよな。そう、やっぱ成長してるから俺も。で、こちらにお待ちかねのこの床材、あ、ジョジョサンドっていうことは、ジクラ、ジクラジクラ、これ初めて見る人もいるから、ジクラ異常に好きっていうキャラも初公開の感じでやってよ。ジクラ使うから俺使うよ。そういうわけじゃない、いや本当に便利な床材ですよね、はい、あ、これも量としては、そうです、ね、あ、まあこれぐらいでいいのかな。お、全部いったか。いやいや、さっき結構成長したからとか言ってたけど、いやでも多分これでもちょうどいいと思いますよ。こちら加水させる用のお水ですね。ちょっと用意するケースが比較的通気性良いやつなんで、まあまあ入れといた方がいいと思うんですよね。だいたいこんなもん、はい、はい、床材ね、だいたいこんな感じで完成しました。はい、ちっちゃめのプラケースですね。でこちらにね、たんまりと床材をね、そうか、地中、そう、へせーってことは深めの土が必要。そうですね、リアホーンドバブーンの方を、そうですね、入れていくという感じ でやっぱね、タランチュラを移動させると言ったらこちら、出たタランチュラキャッチャー。はい、タランチュラキャッチャー、はい、これがやっぱ大事ですからね。俺前回なタランチュラキャッチャー見て今これが一番ですって言って、カーリーヘアってそのおとなしいと、うん、がブチ切れてたから、あんまいい思い出ないねんな。あれは僕の使い方がなってないだけで、本当はめちゃくちゃ優れてるから、まあ、はい、じゃあそれを、はい、今回いいところをね、そうですね、さあタランチュラキャッチャーを駆使して始まるだ。お、さっき来た、お、え、めっちゃスムーズ。見えます、この、うん、角みたいの真ん中にね、真ん中にある、やる、これすごいよね、角、イボみたいのが、角って言ってるからね、イボ、一匹ね、餌のゴキブリをね、あ、はいはいはい、一応入れとこうかなと、そこに、さあ、入りました、で、はい、あ、もうなんかいいね、なんかめっちゃスムーズやん、もう成長したな、成長したよやっぱり、はいはい、お、スッと、はい、あ、ビビっちゃってる、で、あと
まあ、こちらにね、はい、あのペットボトルの蓋とかで水場を入れるんですけど、はい、地中性って土を荒らしてしばらくの間、うん、動かしまくるんですよ床を。ああそういうことで、なんかもうペットボトルが、ね、逆向きで、まあ落ちちゃってもうこうなって無理やると。はい、リアホンドバズンちゃんです。引っ越し完了ということで。そうですね。あレッドローズも嬉しそうやね。あ行かれたいかれたまさか。あよかったね、いい絵を撮れましたね。いかれるとはな。お前もサスケの実況みたいだよな。あいかれたあいかれたあいかれたトランポリンで網に乗るとかやな。今落ちた。いやもうここからが本番ですよ。はい、あのね、リアホーンドバブーンとストレートバブーン、うん、まあ、違いとしてはね、リアホーンドバブーンはメスもオスも角が生える。メスもオスも角で、ストレートホーンドバブーンはメスのみが角生える。メスのみが、はい、っていう、まあ、外見の差はね大体そんなもんなんですけど、はいはいはい、このストレートホーンドバブーンの方がめちゃくちゃ気短い。え大丈夫か。そうだからちょっと本当に怖い。え怒ったらどういう感じで、なんか飛ばしたりする。いやもう口も聞いてもらえない。もともとやった。使うシーフケースも、はい、一回り大きい。ちょっとサイズは出ないで、はい、全部入れて。怪しいぞ、怪しい怪しい。結局床材は足りなかったので新たにピートモスを足してかさ増ししました。これ足らんじゃない。いやいいって、その俺の毛をいじるな。ひどいから、なんかその視聴者の俺の毛のいじりも。絵を最近描いてくださって、はいはい、視聴者様がすごいですね。なんかね、あの鬼滅の刃の善逸を、うん、要はね僕の顔に変えて、めちゃくちゃうまいよな。絵もうまくてね、髪のエフェクトめちゃくちゃかっこよくて、でも毛ボーボーでボーボーにしてたこの毛深さがちょっとひどかったのか、うん、視聴者の一人がそれに対して、うん、いやいや指の第一関節とか指毛普通生えてないですよって言われて、それは生えてごめんなさい。でここのあざあざでちびだね。あざじゃないんです。鬼滅の刃っぽく言うな。俺も寝相かつね書いてくれはって、うんうん、めちゃくちゃうまいよな。まあ、はい、結局土余らしたし、いっぱい余った。最悪じゃん。いやそう、会話に集中しすぎるとこうなっちゃうから。バランス感覚が、うん、まあでも土をは、まあ、大体6、7分ぐらいまではケース。そうですね。でまた土地を、はい、何いった。おおすごい。で気をつけてよ、この奥にいるんですよ、はい、えこれ脱皮したやつ。脱皮した皮ですね。へえすごっ。じゃあ行きましょう。はい、うまくいくかな。さあ見えてんの。ちょうど見えてる。来た来た来た。あ威嚇してますね。威嚇してるわ。ほんまや、攻撃的やな。全然違うな、さっきの子。そう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 。そちょっと申し訳ないけど巣を破壊していきますか。余計ブチ切れんだよ。家壊されたらお前切れる。俺はまあ諦める。もう家壊されるってやばいからさ。絶望でしょ。お、いった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 、出てきましたね。はい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 。でもちょっと落ち着いてくれてるね。うん、この間にうまく引っ越しを、じゃあそうですね、成功させましょう。こういうことでね、うん、タランチュラキャッチャーはマジで考えた人もすごいな。登ってきた登ってきた。怖い怖い怖い。お、落ちた落ちたけど、ちょっと様子見た方がいい。無事今、入れ終わりました。格闘の末。格闘の末ですよ。地中性のタランチュラはね、やっぱね、引っ越しのタイミングが一番要は姿しっかり見れる時期というか、うん、こうやってただいさ土潜る上にね、こうやって糸だらけにしちゃうんで、うんうんうん、やっぱね、ちゃんと動画とかで観察したい時はね、こう引っ越ししたての時が一番いいですよ。はい、無事出来上がりましたということで、はい、やっぱストレートの方がすごかったね。すごい一筋縄でいかないというか、だいぶ悪戦苦闘したんじゃない。本当油断するとね、噛まれたら大変ですから、まあ安全に帰るって思ったらならばね、ぜひとも本当にこれほど素晴らしく長生きできるペットはいませんので、はい、はい、皆さんもぜひ飼ってみてください。はい、この動画良かったと思う方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。